イーゴリ・アレクサンドロビッチ・スモルニコフは、ロシア・スベルドロフスク州カメンスクーラリスキー出身のプロサッカー選手。ロシアサッカープレミアリーグ FC クラスのダール所属。ポジションは、ディフェンダー。FC ロコモティフ・モスクワのアカデミーでプレーを始め、ついで加入した FC トルペド・モスクワで、プロデビュー。トルペドで1シーズンプレーした後、ロコモティフへと帰還した。2009年3月。 FC ウラルスベルドロフスクオブラストにレンタル移籍2009年8月 FC チタにレンタル移籍2009年11月レンタルを終了しロコモティフに復帰。2011年8月 FC ロストフにレンタル移籍2012年6月 FC クラスのダールに完全移籍2013年8月600万ユーロ出来高の 遺跡金で FC ゼニとサンクトペテルブルクが獲得。ユース年代では UEFAU-19、欧州選手権2007、UEFAU-21 欧州選手権2011、予選などに参加した。2013年10月、2014FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のルクセンブルク代表選と、アゼルバイジャン代表選のメンバーに選ばれた。 2013年11月の韓国代表戦で A 代表デビュー2018年も FIFA ワールドカップに参加したが3戦目のウルグアイ戦でレッドカードとなり退場となった。ありがとうございます。